ベストアルバムピクシスベストが本日発売されました。うん、もうゲットしてくれたかな。私たちの5年間が詰まったベストアルバムになってるので、今までにピクシスの曲を聴いたことがない人はこの機会にぜひ、聴いたことがある人は改めて聴いて楽しんでみてください。じゃあみんな、お気に入りのピクシスソングとかメールで送ってくれてもいいんだよ。読むかわからないけど、じゃあミーティングやっていきましょう。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌衣です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。常に半笑いですけど大丈夫ですか。どうしたんでしょうね。世界斜めから見てる。ずっと全ての物事半笑いで見てる。そう、今世界斜めから見てるから嫌なやつ。嫌なやつ。シンプルに嫌なやつ。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はい、毎週水曜日はリスナーの皆さんから届いたメールを読みながらまったりしていきます。はい、はい、ピクミンネームミョンさんからです。どう、あ、ドン伊藤さん、萌えし、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ファッションチェックお願いします。しょっぱな？ファッションチェック？ファッションチェック。ファッションチェックって言った。ファッションエビバディ。ね。なっちゃうけど、うん、だ、僕はあまりファッションに興味がなく、どれを買ったらいいかわからず、写真の服になりました。うんうん、ポイントは写真慣れしてなくて、ピースがイナバウアーみたいに沿っていることです。来店よろしくお願いします。こういうこと。なるほど、これいただいてますけども、画像来ました。これお顔ないか、こういいかな。いいんじゃない。私と一緒に撮ってくれてますね。あらの、私のパネルね、ネルと一緒に撮ってくれてる。なんかベージュじゃない、グレーのジャケットの中にグレーのセーターの上にこうインナーかな、ね、V ネック白のインナーと黒いスキニーかな、パンツだね。うん、私はめちゃめちゃ可愛いと思う。やめろやめろ、また好感度上げてる。このコーナーになるとトヨタさんが好感度上げ始める。めちゃめちゃ可愛いと思う。ボタンの締め方とかも可愛い。全然口開かずに喋ってる。ピースの感じ可愛い。イナバマになってるとこも、ちょっとドンさんに見せてもらってもいいですか。はい、ドンさん。はい、ドンさん。ドンさん。そうですね。まあ、まずこのミック、このね、ミュージアムで、記念ミュージアムで撮ってくれたということはすごく嬉しいですし、ありがとうございます。言っていただいて、うんうんうん、と思いますね。そうですね。なんだろうな、グレーのジャケットの中にグレーを入れちゃうと、なんだろう、おじいちゃんみたいになっちゃう。このグレーの、このセーターを色があるやつにするといいんじゃない。あ、ドンさんは思うわけ、ね。同じ色で重ねるのはちょっとおじいちゃんなんだ。そう、高度なこうテクニックすぎてしまう。なるほどなるほど。から、うん、でこう下もね、黒のスキニーでしょ。で結構カチカチってしてるから、うん、こう上がね、こういうジャケットだったら下はちょっとゆったりなパンツとかでも良かったのではないかとドンさんは思いますね。なるほど。こうこのね、ゲーマーズさんの袋の中に何が入っているのか、それが私はとても気になりますが。ちょっと何か出てるのね。ちょっと何か出てるのよ、ここにね。何買ったんだろうなーっていうのがね、わかんない。これすごい気になりますけども。あ、でもすごいいいと思います。シンプル、私大好きなの。あ、ミク、そもそも、だって、無印みたいな服装じゃん。無印大好きだから。無印っぽい服装じゃん。大好きなんで、これは素晴らしいです。あ、高評価。今までの中で結構高評価なんじゃないですか。そうですよ。シンプル素敵です。この感じで頑張ってください。では続いて、はい、ピクミンネームイージスさんから、ミクもし、こんばんは。こんばんは。桃鉄生配信見ましたよ。ミク優勝おめでとう。ありがとう。桃鉄はあまりやったことがなかったので、萌氏の解説が役に立ちました。今回の一番の見どころはミクのフラグ回収のところですよね。第2回には石原香織さんや佐々木琴子さんが呼べるといいですね。見ていて楽しかったです。キャリさんと琴子ちゃんいたら、お前ふざけんなって言えんよ。言えんって。ボンビーに向かって、お前ふざけんな。暴言だから。暴言は言えない。そんな暴言言えないから。うんち我慢してとか言えない。言えないから。うんちカードだとか言えない。言えないですから、そんな。そんなゲームできない。そんなにね。
来た。おならカード使え、今だ今だって言えないし、言えなくなっちゃう。ボンビーのなすりつけもなかなかでき、ね、しづらいですから。飛んでんへとかできなくなっちゃうから危ない。来たへとかできなくなっちゃうから。いやでも優勝したんでね私。まあ忖度ありましたけどね。まあ正直ね、すごい萌えさんとかね、すごい気使ってくださったんですよ。それはね、私だってわかる。ただね、舐めすぎよ。私のことそうですよ。どれだけこういう、そう、ね、そう、何も商品がかかってない時のゲームに強いか。そうだった、忘れてたわ。そうだよ。なんか、今ってとこでミク持ってるんだよね。そうそう。勝ったからって何ももらえないんだもん、だって。そう。私も、あんまりカードを使わなかったりとか、そういう忖度はしたけど、サイコロ運とか、そのなんか流れの持ってる運はやっぱミックそもそもちゃんと持ってたから、それがすごい。いや、すごい。だからもう、桃鉄のこと大好きになりました。1回目で勝てたからね。初めてやったけども、でも楽しかったでしょ？めちゃめちゃ楽しかったです。そう、あれめちゃめちゃ楽しいから、第2弾やろう。やろう。早めにやろう。じゃ、キャリさんとコトコちゃん呼べるように頑張ろう。すごい、自分もこう、清めてやらないといけない。なんか悪い、自分の口の悪い部分を悪い部分も、多いとか言わないようにしよう。お前早く次やれよとか言えないもん、ね、絶対ね。ねえ、早くとか言えないもんね。なーんとか言わないようにしよう。ねえ、気をつけないと。はい。綺麗にお送りできるに。あ、終わりですね。はい。というわけで今日は以上になります。引き続き私たちへの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。では、ここで一曲おかけしましょう。ピクシスで、大好きじゃない。ピクシスの夜空の下でミーティング。夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第378回目の放送いかがでしたでしょうか。そんな別に辛口でやってないですから、ドンさん。ドンさんが最近ね、送ってくださる人が多くて嬉しいですね。なんか結構みんなこんなにドンボロクソに言うのに、そんな言ってない、おじみがって言っただけ。おじみ、おじいちゃんおじいちゃんって言った。でも言わんとすることちょっと分かっちゃったから、ちょっとじわっちゃった。確かにグレーの重ねって、私の好みで言ってますからね。そうね、個人の、個人、あくまでドンの、ドンって言っちゃうと違うから。ドンは伊藤なのな。の伊藤の個人的解釈なのでね、皆さん懲りずに送ってきてください。お願いします。それでは今夜この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田真由とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバイ。